そうですね、ちょっとやっぱりテンションが上がってるのもあるんですけど、もう緊張の方が上回ってて、昨日もちょっと寝れなかった部分があるんですけど。あ、寝れなかった？寝れなかったですね。大丈夫ですか？大丈夫、そこはもうやっぱりもう気合で、はい、まあ気負いせず、うまいこと墨落としが決まれば、もう墨落としが決まればもう間違いなく勝てるんじゃないかなと、うん、はい、2バージョンあるんで、どっちか返されても焦らずに、うん、あの落ち着いて切り替えられれば絶対決まります。青コーナー挑戦者、平成国宝コンビ、178センチ、100キロ、稲田松本Yeah.
勝った自分より負けた稲葉を褒めてください。はあ、あいつがね、初めてのデスマッチヘビー挑戦、初めてのシングルでメインイベント、ああやっていろいろ覚悟してきた上でこの定戦ホールで戦えたんで、自分としてはねもう嬉しかったです。はい、今日はね稲葉に、拍手を与えたいですね。はい、でもまあ自分もまだ2回しか防衛してないし、もっとね防衛していかないといけないから、またこの定戦ホールに帰ってくるときはこのベルトを持って帰っていきたいと思います。はい、今後の次の防衛戦に関してはどんなところ。はい、まあまだ決まってはないんですけど、とりあえず、あのね、大日本プロレスに愛してますチョップは2つはいらないから、とりあえずアブドーラ小林の愛してますチョップを封印させてやりたいと思います。愛してますチョップコントラ、愛してますチョップデスマッチ、それをねやってやりたいと思いますね。はい。